それでは芝という文字、この文字の書き方ポイントをやっていきたいと思います。この文字のポイントになってくるのは、何よりこの下のパーツ、のというパーツが入ってくるんですが、なかなかここかっこよく見えなかったりします。ところがこれしっかりとポイントを押さえてあげるだけでもうかなりかっこよくなってくるので、これしっかりとですねポイントをそれぞれ見ていきたいなと思うんです。なのでこの芝という文字や単体ののという文字、ここをですねまず注目しておきたいなと思うんですが、これまず何よりも一発目点を書いていきます。この点を書いていくんですが、この点は文字の中心になります。なので草冠の中心、文字の中心がこの点で入ってくるんですが、ところが次の2画目にあたるこの横線では少しだけ左にずらしておくんです。これをすると次ですねこの後書いていくときに結構文字のバランス整いやすくなってくるので、ここちょっとですねずらしておくんです。単体の文字でもそうだし、この芝という文字でもそうなんですが、点を書いてから次横線、中心取りやすくなるので、ここまずですね、中心を取らないように気をつけること。この点で少しだけ横線を左にずらしておくと、でここの部分でスッと右上がりでスッと上げておくと非常に勢い出てくるので、右上がりで上げた上で少しここの部分ですね、この点から左側こっちを伸ばしてあげると、でここから書いていきます。でこの次が問題になってくるんですよ。ここの2画目になってくるんですが、この文字、このノというパーツは三角で書く文字になってくるので、ここ2画で書かないように気をつけてあげること、これはですね要注意ポイントになります。どうしてもこれ2画で書こうというふうに思うと、ここの部分がスルッとですね、スーッとこういうふうにですね、どん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 文字が間延びしてやすくなったり、なんかかっこよく引き締まって見えなかったり、こういうことが起きてしまうので、もうある程度この部分で、2画目をしっかり払うこと、ここがですね、まずですね2画で書いてあげることが重要になるんですが、ここの部分で2画目の2画目をしっかり払うよと、でここの空間をギュッとですね引き締めてあげる。どうしてもこれ書いていくときにこの空間下にスッとですね下がってしまって、ここが間延びポイントになりやすいので、ここ要チェックです。ここをしっかりとキュッと、短くというかですね、ここの高さをですねあまり出さずにある程度引き締めておくこと、ここをですね気をつけてあげるとかなり文字引き締まっていきます。そしてこれ2画ではなく3画で書いていくっていうのは、ここを払ってから次準備しておく、1、2、3とこのような形で、ここの横線でというかですね、横に直線的にスッと引っ張ってから、ここから下がるんです。でここ下がってから3、次ここ角度を右側にスッと横に払ってあげると、このような形で1、2、3とこの3つのリズムで書いてあげると、この最後の右払いはここですね決まってくるんです。なのでしっかりここの準備をしておきたり、間延びポイントを作らなかったりするために、2画目をしっかり2画目として払ってあげると、ここの部分がどうしても2画でこう書きがちになるので、ここの部分がですねそのままスルッと入っちゃうんですね。ここをしっかりと引き締めておくために、1本スッと引っ張ってから、ここからスッと下に下ろして、さらに右側に引っ張ってる、1、2、3のリズムで書いてあげるよと、これをしておくためにしっかり三角でこの文字パーツをしっかり書いていくよっていうことがまず重要になっていきます。その上でになってくるんですが、ここの部分の最後の払い、右払いの部分は長くつけておくこと、最後の部分で長さが短くなってしまうとかっこよく見えなくなるので、ここの部分の、横線ですね、ここの横線というか最後のこの切り込み、折り返しよりも最後グーッといってから、ここからさらに右払いでスッと払ってあげたいので、ここの部分の折り返しよりもさらに遠くでここ角を折ってあげると非常にかっこよく長く見えてきます。そこでこれ右側にある程度長さをつけてあげることによって、右側の空間やっぱり右払い長くなるので空間出てくるんですよ。そうすると今度右側だけの空間が広くなりすぎてバランスが崩れちゃうっていうことが起きるんです。なのでここのバランスを整えておくために、次の2画目のここの部分で払いをですね少し最初の始まりよりも長さを取っておくんです。こうしてあげることによって少し左の力、空間が生まれていきます。でここからこう払っていくことによって右の空間あるんだけど、こっちの空間も少しあるよっていう状態ができます。なので少しバランスがここで整ってくるんですが、左右のバランスをさらに整えておくために、実はここの点と横線、ここのずらしをかけてあげたのは実はこういった部分もあるんです。
この点で中心ではなく少し左側こっちを長く取ることによって空間が生まれます。でさらにこの始まりよりもここ飛び出ているので空間が生まれます。そうすると左の空間がこう生まれてくるんですね。結構でこの空間と右のこの空間、こうするとある程度左右のバランスというのが整ってくるんです。なのでここの左右のバランスを整えておくためにちょっとだけこのずらしであるとか長さをつけておくと非常にこの文字かっこよくバランスが整っていきます。なので例えばここの部分が横線が中心にかかっていたり、あるいはここの部分で長さがある程度同等ぐらいになってしまうと中心になり、あれれ中心もう少しこれぐらいかな、あれれ中心がこれぐらいで中心でさらにある程度ここの部分揃ってからスッとどれだけ長さをつけていてもちょっとバランスとしてこっちのパワーバランス右側が強すぎてバランス取れなくなっちゃうんですね。なのでここをある程度合わせておくために少しずらしをかけておくよと、ここの点から少し左からこう打ってあげてさらに長さをつけてあげる、ここでグッとこう払ってあげるとバランスが整いやすくなってきます。なのでこのあたりに要注意してあげるとこののというパーツというのはクリアできてかっこよくなってくるかなと思います。なのでこの芝という文字に関してはさらにこの草冠ですね、ここも入ってくるんですが、ここの部分の点とそれからですね、横線のこの空間が少し生まれます。でそうすることによって横線と横線この距離感空間が結構生まれてくるんですが、この空間ある程度出る分には構わないんですが、ある程度ここの部分ですねキュッと引き締めることを少し意識しておかないと間延びしてしまいます。でこの間延びした空間を出さないために横線を描いた後この縦線ですね、ここの飛び出しが少し長くなっちゃうと次点描いていくときにどん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 この距離感というのが生まれやすくなるので、この長さを抑えておく、さらにこの右側はより一層スッとした腹になるので長さが出やすいです。なのでここの部分をある程度合わせてあげたり、特に右側払っていくので長さ抑えておくよ。そうすると、ここの部分の極端な開き間延びっていうのができなくなってくるかなと思います。多少はですねこのあたりは、空間として出てくるんですが、ここ気をつけておくといいかなと思います。なのでこののというパーツ、フォント体なんかとですねここスッとこう持ち上がったりするんですが、ここはなくて OK です。しっかりスッと横に引っ張ってから下に下ろすよ。でなのでここのあたりですね、フォントと少しこのあたりは変わってくるんですが、ちょっとこののというパーツこのあたりに気をつけると非常にかっこよくなってくるんじゃないかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。